始めます。今回に関して言うと若干テコケンはちょっとモヤモヤしてるところがありまして、それについて話していきたいと思います。ですね、これに関して言うと最初に言っておきますが、これに関して言ったら別に批判を、勘違いしないでほしいのは、批判してるわけでもなく、批判してるっていう言い方を、まあ批判になっちゃうのかな、今回の動画に関して言うと。でも僕は本当に素直に思うんですね、この話についてはもうオリンピックの前ぐらいから結構思ってたことだったんですけども、日本の男子シングルスですね。でまずもう率直に言わせてもらいますが、いろんな桃田とか西本とか常山とかいろんな選手がいて、でその上に多分中西さんがいてパクさんがいると思うんですけども、ね、パッカンとかいて中西コーチがいると思うんですよね。で俺はそこに結構今すごくモヤモヤ感じてて、じゃあ最近皆さんが言うように桃田がちょっと調子悪いと、いつも通りいかないな、いやでも結果が出てないな、どうしたんだろうってみんな言うかもしれないんですけど、当たり前ですけど選手は試合するわけでわざと負けてるわけではないからあれですけども、俺はその特にスタッフですね、まあ、僕特にまあ、直属のコーチ中西さんで、あとはもう監督のパクさんですよ、すごく俺はすごく何やってんだっていう感じ今、何やってんだって感じ、なんかあんまりうまく表現できないですけど、いろんなことをめちゃくちゃ今本当にね、もうちょっといても立ってもいられないから動画撮ってる感じなんですけど、モヤモヤがずっと残ってまして、別に結果が出てないとかっていうのはいいんですよ、しょうがない、そんなのはもうその時の流れもあるし、流れがいい悪いもあるし、結果がついてくるついてこないもあると思うんですけど、なんかね選手が一人で頑張ってるんじゃないかなっていうようなすごく意識を持ちますね。選手一人一人がね、なんかこう特に例えばですけど、試合に勝ち上がって桃田をちょっと一つ例にしてあげますけど、じゃあ桃田が勝ってる時っていうのは多分ね、僕の予想ですけど、まあ確かにそのスタッフ陣ですよね、がいろんなことでねこう頑張ってやってるっていうのもあるとは思うんですけど、多分ね特に何もしなくても勝って結果がついてきてる時期って絶対あると思うんですよ。これ議題は今桃田の議題について話してますけど、でそれがオリンピックを境に結構まあその期待される中でまあ一回失敗をして、そのもっともっとなんかいろいろこう気持ちが空回りしちゃってると思うんですよね。でその時に俺はスタッフは本領発揮しないといけない部分だと思ってるし、これ自分が思うんですけど、教える側の人間の人ってその選手の5倍10倍考えてないと、いろんなケースを想定しながら選手を見ていかないとダメだと思ってるんで、はい、だから俺はすごく何をやってんだっていう感じで、わかんないけどね、これはね、どっち、めちゃくちゃ歯がゆいのが一つあって、正直俺は桃田何やってんだっていうよりも、そのスタッフ陣特に中西さん何やってんだっていう気持ちもある一方、もっとちゃんとなんか見て、桃田のこと見て、桃田の良かった時はどうでああでって、じゃあこれをするために何をしないとトライはしてると思うんですけど、なんか選手がなんか一人で頑張っちゃってる感があるような個人個人がね、まあ例えば A 代表だって4人いますよね、4人の中の例えばじゃあ桃田が負けて西本が負けた、常山が例えば勝ったとし、もうその言ったら言い方悪いけど数打ち当たるじゃないけど、そういう感覚はしょうがないと思うんですけど、これは日本の男子シングルスに言えることはやっぱりね、王将は桃田なわけですよね、将棋で言ったら王将は桃田なわけです、はいね、西本とか常山も強いですよ、強いですけど、まあ
簡単に言ったら飛車角みたいな感じですよね、うん、俺はもっとね、なんか選手のこうなんかどう復活してとか、うん、どういう風にやってとかっていう風なのをもっともっと俺はなんか考えてあげてほしいなっていうようなのがまず一つ目。でも二つ目は今度はそのスタッフをかばうわけではないですが、まず組織的に問題がまずあると思うんですよ、はい、組織的に、うん、何が言いたいかというと、今言ったようにじゃあ今回はたまたま桃田が負けちゃいました、じゃあ西本が残ってます、じゃあ常山が残ってます、じゃあそこにね集中してその選手たちにこう付き添ってやるっていうのは分かりますけど、うん、まずそもそもが人員が足りてないです、うん、その1対4今だったら簡単に言うと中西さんがいて、でそこの下に、まあ、桃田とか西本とか、まあ、選手がいるわけですよね。でその1対4でもできちゃうっていう結論から言うとできてないんです絶対、うん、できてないんです。でも、ね